はい、初手キモすぎるということでね、今日も雑談していきたいなと思います。これって俺だけなのかな、汗ってしょっぱいですよね。じゃあ汗舐めたら塩分取れるくねって思いませんか。まあでもね、ネットで検索してみたんですけど一個も出なかったのでね、可能性あると思ったんですけどね、残念です。最近さ、めちゃくちゃ天気悪いですよね。なんかめっちゃ暑いと思ったらめっちゃ雨降って、なんなら雷まで鳴ってみたいな日が続いてますけど、皆さんは夏バテとかしてないでしょうか。夏とか大量に汗かいた時に塩分を取りなさいってよく言われると思うんですけど、実際どういう理由で塩分を取んなきゃいけないのかわからないので調べました。それを簡単に紹介していきます。まず汗をかくと体の水分と塩分が減ります。塩分を取らずに水分だけ補給しようとすると体内にある塩分がより一層薄くなってしまうので、塩分を保つために体はね、水分を尿として外に出してしまうそうです。なので逆にね、体内の脱水症状を進行させてしまう可能性があるそうです。そして塩分は筋肉の運動や神経伝達に大きく関係しているみたいなので、塩分の入った飲み物を取るようにしましょう。めちゃくちゃ簡単に説明したので、詳しく知りたい方はネットなどでね、調べてみてください。めちゃめちゃ詳しく載ってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さん体調不良や夏バテには気をつけてください。水分補給こまめに取りましょう。それではバイバイ。